荒川河口橋荒川川口橋は東京都江東区新木場と江戸川区林会長の間の荒川に架かる国道357号の2本の橋。首都高速湾岸線の荒川湾岸橋を挟み、上流側に下り線、下流側に上り線専用の橋が仮設されている。この橋の下流で荒川は東京湾に注ぐ。 荒川の川口から約マイナス1.5キロメートルの地点に位置する上り線の橋は、道路橋としては荒川の最下流に架かる橋で、右岸は江東区新木場4丁目、左岸は東京都江戸川区臨海町6丁目となっている。水面からの桁下高さは24.9メートルある。歩道は上流側と下流側に併設されている。 右岸は、車道部と同様の勾配だが、レインボーブリッジのような通行制限はなく、自由に、軽車両の通行ができる橋である。左岸の陸上部分は、途中から車道と分離して、螺旋形状になっている。橋の管理者は、関東地方整備局東京国道工事事務所で、災害時に、防災拠点等に緊急輸送を行うための、東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。 橋は1988年10月設計に着手し、1989年11月28日11時半より、橋の起工式が橋建設予定地の左岸側にて、挙行された。当橋は、下流側に JR 京葉線荒川橋梁が並行し、首都高速湾岸線荒川湾岸橋を、上り線、下り線の間に挟み込む形になっている。 これらの橋がすでに完成していた後に加橋されたため、非常に狭いスペースしか利用できず、また他の橋に影響を与えないようにする必要があったため、コンピュータ管理による大ブロック一括加橋が行われた。また、佐賀側の一置景観は、首都高の火災ジャンクションのランプ橋が死傷したため一括加橋が行えず、稼道内に仮設し歩行で指示して、 送り出し広報を併用しながら施行を行った。橋は1996年7月4日開通し、開通式が中尾 H 建設大臣や地元関係者ら400人が出席する中居校された。橋の総工費は370億円であった。開通3ヶ月後の1日あたりの交通量は3万9000台で、1年後の1日、 辺りの交通量は4万6000台であった。この橋の開通により隣接する荒川湾岸橋を、はじめ、荒川にかかる周辺の橋の混雑緩和に寄与した。特に、火災橋の交通量は16.5%減少した。橋の周辺は、水域沿いに、都市公園やスポーツ施設が数多くある。ありがとうございます。